ミルクさんアカデミー井上までございます。いや、いろんなことあるね。ノーミルクさとでございます。今日はこちらです。どん出た、冬遺跡考察午前中の丸1についていきなりの丸2第2弾、衝撃のグランパスということを書かせていただきました。衝撃なかったんですね。なんかあったんです。特に左側ですね。写真左側の皆さん。いろいろありましたってのがあるので、ちょっと皆さんに聞いていただこうと思っております。お願いします。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい。お願いします。聞きましょう。ということで、こちらご覧ください。ドン。はい。はい、こちらでございます。まあ、さっきの写真で、なんとなくっていう方いらっしゃるかもしれませんが、中谷選手がガンバの可能性ってのはもともと出てたと思うんですけど、丸山選手の契約満了に加え、新たに出てきたのが、アビスパ福岡から2枚取りかっていう話が出てまいりました、また皆さん。なるほど。ルヴァン王者のアビスパ福岡から、フォワード大エース山岸優也選手とセンターバックのミクニ・ケネディ・エブスさんのダブル取りなんじゃないかと。なるほど。話が出てまいりました。結構遅い時間に前日出てましたね。そうですね。深夜3時ぐらいだったと思いますけど。なんでそんな時間にリリースって出るんですか？あ、リリースっていうよりも、新聞が報じるみたいな感じなんですよね。なるほど。はい。移籍の期間なんてだいたい深夜2時3時に来てるね、ファンの方多いんじゃないかなと。はいはい。これはもう信憑性はある。まあ、新聞レベル出て、これぐらいもう、どりかみたいな感じで出ると、大体8割方はもうって思っていただいていいと思うので。で、ここから潰れる場合はもうよほど何かあった場合と思っていただければいいんじゃないかと思います。はい。で、もう一個だけ出たものがありました。まあ、皆さん。一応、浦和からレンタルに来ていたユンカーさんなんですけど、なんか夏は中東行くんじゃないかとか、まあ、浦和も名古屋もなんか契約できるのか来年っていうふうに言われてましたけど、どうやらユンカーさん来季も名古屋。残せた。そうですね。では、完全移籍という形で、名古屋本所属という形になりそうです。これは大きいですね。はい。なるほど。なんで、ここからして、皆さん、いろんなことが僕分かってきたんじゃないかなと思います。というのも、要はユンカーさんは次もうね、年俸数億円っていう状態、いわゆる今年よりもさらにちょっと上乗せしなきゃいけないとかって話言われてたんですけど、仮にその話が本当な上で名古屋が残せるんだとしたら、やっぱちょっとこの中谷選手のガンバだったり、丸山選手の契約満了っていうのはちょっと、そのやっぱ年俸分どうにかこうキュッとしたかったみたいなところはあるのかもしれないですね。名古屋側として。まあそうですけど外せないところですよね。そうなんですよね。まあだけどだからディフェンスを取るのかユンカーを取るのかってところでユンカーを取るみたいなになったかもしれない。なるほど。はい。あとその丸山選手とあとちょっとフォワードの声にもつけてますけど、まだね何か決まったわけじゃないんですが、酒井紀義選手。ちょっと今年はだいぶ怪我で出られないっていう試合とかも多かったのがあって、で、レンタルで中島大花選手を札幌から取ってってことはあったんですが、まあやっぱりほとんどユンカーで乗り切ったってところもあったので、もしかすると酒井選手、中島選手もいわゆるまあチームからアウトになる可能性が高いから、もう山岸取りにも向かったって感じで考える方が納得はいくだろうなとは、こう見てみるとあるかなと思いますと。あとなんかこう全体で見てみるとさ、これまあ朝も皆さんも、こう前目の方で言ったらサイドの選手、まあ中井選手もサイドできるんでサイドって言い方しますけど、サイドめな選手はめちゃくちゃ多いんだけど、2列目タイプというか。本当センターフォワード型っていうのがユンカー、中島、高いぐらいだったので、そこに山岸来るっていうことは、やっぱり2人抜けで、2列目をもっと活かしていくっていうケースの方が、僕はリアルなんじゃないかなとも思うところではありますね。でもただ、やっぱりね、ここで出してるとれば、丸山選手の満了と中谷選手の移籍、まあ確定ではないにしろそういう話が上がってて、あと、藤井選手もヨーロッパあるんじゃないかなんてことも言われてますから、今年のレギュラーディフェンダー全員いなくなる可能性がなくあるわけなので、ただ、ここが売りというかね、一番の。そうなんだよね。っていうところですよ。メインエンジンみたいなね、イメージもありましたけれども、そうですか。まあでも、だから3枚で守るよりももう2枚で守れるんじゃないかと、いわゆる4バックでもいいんじゃないかって、長谷川健太さんの意向とかもあったらどうだろうと思って、そうなるとさ、まさ皆さん、僕、来年、名古屋、こうなるんじゃないかっていう。はいはいはい。ゴーバック。ですね。これなんてちょっと前の方とか上の方から見ていこうと思いますけど、はい、フォワードだからユンカープラス山岸プラス若手の木田っていうところのセンターフォワード枠。うん、で、サイドはまあ長井選手もターレス選手もいれば、まあ大卒ルーキーとして今度はまた戻ってくる左の増井、右の榊原といいますから、うん、で、久保藤次郎、前田直樹っているんで、もう前線の厚みはもう十二分にあるよと。で、まあ中盤いろんなポジションをこなしてきたメンバーですけど、森島、泉、重弘と、思えばトップ下系の選手が3人揃ってる状態なので。確かにそうか。そう、こうやってなんかまとめてみると、なんか5バック、3バック型のチーム構成するよりも、うんこの3トップ型プラス1トップ下みたいなところの方がそれぞれ適性が揃ってるんですよね。ちょっとワクワクします、確かに。ですね。でただ、それでいったとしても、サイドバック左が特に1人足らない。まあ、森下選手を左に回すなら右サイドバックになりますけど、サイドバックが1人足りないのと、またセンターバックが足らないという状況にはなるので、おそらくはこれからまだこのセンターバックのところとサイドバックのところの補強の話ってのが、これから出てくる。るんじゃなかろうかと思われますという感じになりそうです。あとはちょっと思うのがね、三國選手ってのも一応いたりするんですけど、僕は藤井三國って実は同い年なんですよ。2000年生まれ世代って。だからこれ台所事情的に言ったら藤井選手のヨーロッパ行きはこの冬あるかはまだ分かんないですけど、そんなにもう遠くないっていうふうに名古屋側をもしかしたらフロントが感じてると。同枠な可能性があるってことですね、だから。そうですね。藤井抜けても年代構成としてはまあ問題なしっていうところで三國取っておくってことはあり得るかもしれませんね。ちなみに言うと菅原由谷選手も同い年ですからね、ここね。0-0っていうところになっております。はい。なるほど。あとはこのサイドセンターのところに誰がやってくるのかをちょっと注目していきたいなという感じでございます。まあ若手の方はね、ちょっと今回の話のメインところじゃないからあれですけど、まさにね、相模原でも東ジョン君なんかゴールキーパー頑張ってたところがあります。はいはいはい、そうですね。ランゲラック選手もそろそろもう30代中盤から後半にだんだんなっていきますので、まあそろそろ若手を新たにこう台頭させたいっていうのはキーパーとかもそういうのありますから、はい、ただそこには、ジョン君入れたり、もしくは、まあ三井選手、または今回、ユースから上がってくるピサのアレクサンドレ・コートフォリオ君なんて、そんなあたりもちょっといたりしますので、またユースの方々もちょっと、そしてね、ユース経由、大学経由で帰ってくるような皆さんにもちょっとご注目いただければいいのかなと思ってます。ピサのアレクサンドレ・コートフォリオ。へぇー。そうなんです。これは覚えちゃうね。そうですよね。はい。というようなメンバー揃っておりますので、名古屋どうなっていくのかまた注目していきたいと思います。ここでお送りしまして、ありがとうございました。ありがとうございます。毎日いろんな情報で、オフ期間もやらせていただきたいと思ってますので、先生がいろいろ教えてくださいね。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。井上までした。どうも皆さん、とうでした。ありがとうございます。じゃあね、またね。またです。